目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日も最強の伝説ポケモンの型を検証するんだけど、今日はレシラム使います。俺ね、これレシラム好きなんですわ。で、今回はね、見てください、これ両刀レシラム。で、これは使ってるやついないんじゃない。で、ダイジェットを打てるかどうかっていう部分が、一般ポケモンにしても伝説ポケモンにしても、使用率とか強さのボーダーラインになってくるかなというところがあって、で、レシラムは基本的に特殊アタッカーなんだけど、飛行技を空を飛ぶとダブルウィングという物理技しか覚えないんで、今回は空を飛ぶを採用することによって、90というね、微妙な素早さラインを底上げして全抜きを狙っていく方になります。まあこんなもんで、ダイジェット、レシラムみたいな強いポケモンがダイジェットなんか打ち始めた日にはもう全抜きせざるを得ないんで、対戦でしっかりお見せしていこうかなと思います。はい、マッチングしました。ポケコさん対戦お願いします。ラッキーミミッキュー、お相手にもレシラム入ってんじゃねえかよ。で、ドラパルト、あとフアライド、エースバンといったところか。これはね、相手何から来るんだろうね。ラッキーの外役ポケモンのラッキーが非常に不快だから、あいつをしばき倒したいなと思ってるんだけど、だからウーラオスはいずれにしても必要かなって感じで、で、ウーラオス先発で投げてもいいんだけど、いきなりレシラムとか、あとはなんだっけ、ドラパルトとか来ちゃったらちょっと不利かなって感じなんだけど、そうっすね。あと相手のレシラム対策は、こっちのレシラムでなんとかするか、みたいなところがございまして、いや、どうしようか。ちょっとこれ、ウラオスから行こっか。ウラオス行って、レシラム行って、で、そうなると、相手のレシラムに強い、ミミッキュかランドロスかのどっちかかなって感じなんだけど、ランド行っとこうか。ランド行っとくのが無難なのかな。対戦お願いします。フアライドから飛んでくるんだ。ちょっとこれはなんだ。フアライドって確か鬼火とか覚えるよね。 なんかちょっと不気味な感じだから嫌だな。あと飛行技がウラオス抜群で受けてしまうからちょっと嫌な感じするんだけど、これってさ、タイプ1水流連打と雷パンチどっちが入るんだっけ。とりあえず雷パンチ打つわ。雷パンチの方が確か入るんで、で、これどうだろうな。フアライドって結構気合の助けを持ってるケースが多いポケモンだと思うし、あと素で、ウーラオスより速いんで、これは違うな。ってことは遅いフアライドか。で、なんか微妙に倒せてねえわ。で、凍える風によって素早さを1段階下げられてしまう。で、この後、飛行技が飛んできたらウーラオスが持ってかれてしまうんで、ウーラオスを大事にするべきかどうかっていうところについては、いっか、多分大丈夫かな。ちょっとこれなんとかするわ。で、ウーラオスがも道連れ、なるほど。で、これで11交換をしましょうってことか。いや、これさ、相手のラッキーのことまで考えるんだったらウーラオスこれ温存した方が良かった説あるのかな。いっか。いいや。11交換なんで、少なくともそのディスアドを取ってるわけではないと思うんだけど、ただ、相手目線ここ道連れで良かったってことは、多分ウーラオスを持っていくことのバリューが結構高かったってことだと思うんで、ラッキーがいるんだったらかなりしんどいと思ったらキュレムが出てくる。で、しかも俺相手レシラムだと思ったらキュレムだったわ。なんかこれ完全上位互換みたいなやつ出てきちゃってない？いいな、そんなことはない。いけるっていうことで、これは岩石封じでしょ。多分さ、キュレムって、少なくとも氷技とか覚えねえし、このホワイトキュレムの方は。で、ランドに抜群つけないと思うんだよね。どうすかね。違うわ。ちょっと待って、こいつさ、氷タイプじゃなかったっけ。氷タイプ入ってるわ。で、大ドラグーンから入ってくる。ちょっと待って。しかもなんかものすげえ強えんだけど。こうすると氷タイプ入ってんだ。氷タイプ入ってるのはやばい。氷タイプ入ってからちょっとやばくって。いや、ここはだからね、ここで、あれよ、ここで、この大ジェットが火を吹くわけよ。で、ホワイトキュレム、こいつホワイトキュレムだよね。で、ホワイトキュレムは素早さ種族値が95と、若干高いんですよ。普通のレシラムが90に対して95で上回られているから、だからここはね、逃げ気殴ることが多分できるようになると思う。で、大事、それはなんだ。それどういうこと。相手が最速じゃないとかそういうことなのか、何なのか。で、多分ラッキーが飛んでくんだろうな。うわ、めんどくせえな。いや、これ俺なんとかするわ。もうこんなやつさっさと叩き潰さないと、もう環境が悪くなる。てかもうすでに環境が汚染されてるから、この害悪ポケモンによって。だから、ここはね、いや、もうキュレムの見せどころでしょう。キュレムじゃねえわ。レシラムな。
いやもう美しすぎる、美しすぎるわ。もうこの造形美がもう優秀すぎるでしょ。もうこのデザイン考えて誰だマジで。しかもものすげえつ、いやわかった。ラッキーって確か特防が高いんだよね。ちょっとそこ確認するわ。確か特防がめちゃめちゃ高くって、で防御が全然ないみたいな感じなんですよ。そう、ラッキーって HP がまず250と特防が105あるんだけど、防御は5しかないので、だからこれさ、もう両刀レシラムがもうハマりまくってんじゃん。これもうダイジェットで、だからこれもう物理技で殴った方がいいわこれ。いやもうやば。これ物理技で殴ることによって、どうせなんかこういう特殊アタッカーを見たいと思っていた邪悪なラッキーをもう破壊し尽くしていく。もう二度と顔見せんな、てめえのせいでな、環境が汚染されてんだよ、もう放射能が。それはまずいな、そういうことは言わない方がいい。で、これによって、素早さ関係をこのキュレム上回ることができたんで、この、ホワイトキュレム、なんか上位互換に思えたこのホワイトキュレムについても上から大ドラグーンを打ちかまして叩き潰していって、もうめちゃくちゃ完全に3立てしたわ。はい、大輝さんありがとうございました。いやこれよ、これがやりたかったんですわ。はい、マッチングしました。正北さん対戦お願いします。カバルドン、ポリゴン2、ギョリランダー、エースバン、ガブリアス、相手の伝説枠、ミュウツーといったところで、これは誰から入ろうかな、てか誰から組んだろう、まあ、カバルドンから組んのかなと思うから、だからここは、ウラオスから入ればいいかな。ウラオスからいきなり入りかまして、で今回ウラオスの役割がそこそこでかそうだね。ポリゴン2に対してもかなり強く出ることができる。でレシラムは行く。でそうなると、まあゴリランダーをウラオスで、まあでもゴリランダーもどうでもなるな、まあ、ガブリアスか、あえて言うとガブちゃんがちょっとしんどいから、だからこれブリザポス連れて行ったら、まあ、かなり仕事してくれそうな感じだよね。対戦お願いします。お相手、いきなりミュウツーから来てるわ。で、俺ウラオスから出したからもう激しく出し負けているわ。で激しく出し負けていて、ひどい出し負けだな。でこれについてはウラオスの役割がこの試合ってかなりでかいんで、カバルドン、まあ、カバルドンはいないのかな、ただまあエースバーン、ポリゴン2あたり、まあ、あとガブリアスに対して、まあ、非常に強く出られるので、まあ、これ一回ブリザポスに交換していなしていきます。で、まあ、ブリザポス、まあ、どっちかというとブリザポスの方が役割が小さいから、だからまあここはちょっと一旦まあ交換だよね。で、まあ、ミュウツーが、ブリザポスに対して一撃で葬り去る技があるとすると、まあ、炎技になってくるのかなと思うんだけど、まあ、この盤面水ウラオスに対して炎技なんて絶対飛んでこないんで、まあ、結構交換は安定すると思うんだよ。まあでも相手初手からダイマックス切ってくる可能性が大いに考えられるとは思っております。してこない。でサイコブレイクを打ちかましてくるんだけど、まあ、4割ぐらいかな。いや思ったより効くな、これ弾だといったところか。じゃあどうしよっか、これまあもういっか、これ普通にブリザポス切って、ブリザポス切るわ。でまあ乱数で耐えるかどうかって感じだけど、まあまあそんなところに期待せずにブリザポスはクッションの役割として、退場してもらわざるを得ないですね。なんだこれ。これは多分さっきのダメージ的に乱数と判断したのか、またはこちらがダイマックスを切ってくる読みの、大サイコを打ちに来たのかみたいな感じですかね。いやこれはうまいぞ。ブリザポスは俺は切っていいという判断をしているから、だからそこに対してミュウツーの、ダイマックスターンを一旦当ててくれたのは、まあまあまあ悪くない成果かなと思っておりまして、でこの急所はまあ完全に無効急所なんでブリザポス退場で、これサイコフィールドになっているのがちょっとそこそこしんどいんだけど、いやこれね、こっからよ、こっから、もうこの俺のレシラムの進撃が始まるわけよ。で多分相手、いやでもね、ダイストリームがあるにはあるんだよね。ダイストリームが、まあ、その覚えなくはないポケモンなんですよ、ミュウツーは。でミュウツーって非常に技範囲が広いポケモンで、そのタイプ1のエスパー技に限らずダイジェットも打てるし、まあ俺はここダイジェットで応戦していくんだけど、まあさすがにこのタイミングミュウツーからダイジェットが飛んでくることは絶対ね。でダイジェットも覚えるし、あとダイストリーム水技も覚える。ちなみにレシラムはタイプがドラゴンタイプが入っていてクソ優秀なんで水技等倍っす。であとは何ですか、電気技も覚える、もうで破壊光線とかも覚えるみたいな。ミュウツーって非常に技範囲が広くて優秀なんだけど、
まあ大サイコが最大打点になるよね。でこれは等倍だから、まあさすがに持ってかれることはなくっていうか、ものすげえ火力出てんな、すげえな、さすが命の玉ですね。でここに対してなぜかレシラムからダイジェットが飛んでくる。でゴミみたいなダメージが発生していくんだけど、これによって、ミュウツーの素早さ種族値は130でレシラムが90だから、一積みダイジェットによって、素早さの関係を逆転することができて、これ大番にしとこっか。後続のまあ、その水技の火力を下げたりとか、まあ、あの後で、炎技の火力を上げるみたいなことができるん でこれさすがに持っていけるっしょ。いやー強すぎる強すぎる。これはさすがに無効急所だと信じたいけど、ミュウツー特防も高えから分かんねえ。まあでもこれで、ダイマックスターン一旦残して相手のミュウツー破壊したし、で S も上げてるから、もうこれ多分レシラムで全員あの破壊して多分勝つと思うんだけど、これなんだったら止まるだろう。あ、カバルドンいるんだ。いないと思ったけど。で、これで天候が書き換えられてしまうんで、まあ、ちょっとそれはまずいんだけど、これどうだろうね。交換するべきかどうかっていうところについては、まあ、その必要はないかな。で、ここね、大ドラグーンにしとこっか。大ドラグーン、いや、大ドラグーン一発で持っていけるかな。で、まあ、大ドラグーンとりあえず撃ちます。大ドラグーン撃って、んで、相手の A を下げるっていう仕事もするし、俺これ多分ね、持っていけると思うんだけど、どうすか。いやもう強すぎ、もうおかしい、火力がもう抜かれてるわ。いやもうレシラムが強いゲームやんこれ、すごいな。でもカバルドンの耐久力をもってして もうこのレシラムの等倍の技を止めることができないっていうね。でガブリアスが飛んでくるわけでしょ。でガブリアスも本来だったら、レシラムより遅いポケモンなんですよ。あ、速いポケモンなんですよ。素早さ種族値が100にあってレシラムの90を上回っているんだけど、ダイジェット積んだことによって上から俺が流星群を叩き込んでもこのまま勝ちでしょ。いや気持ちよすぎる、なんでやねんって。スカーフだ、これスカーフガブリアスだ。スカーフガブリアスだった場合は1積みだったらレシラムでは抜けないので、このようにやられてしまいます。もうないんやねんってマジで。これはんーと裏を、ただ相手はスカーフってことはここ自信打たないといけないわけじゃないですか。でね、水流連打だったら突破できない可能性が大いに考えられるから、ここはカウンター打って勝ちっすね。いやーまあこれは相手が上から自信打ってきて、でまたさすがに多分そこそこなんか6割ぐらい入るんじゃない。あもう完璧なダメージ感覚が身についてるわな最近で。最後カウンターでご退場いた、ちょっと大丈夫よね、ってことで。いやもう気持ちよすぎる、てかレシラムが、両刀レシラムが強すぎ。もうあの両刀レシラムやばくねこれ。いやもうこうあのおすすめしますよ。あのもう激しく強い、もう異常に強い。あの S かあんな強いポケモンが、でタイプも優秀、技範囲も優秀で、そもそもなんか搭載してる技が強すぎみたいなイカれたポケモンがダイジェットまで取得し始めたら、まあ、それはこうなっちゃうよねっていうことで、今日もまた一歩ポケモンマスターに近づけたな。この両刀レシラムの育成論努力値調整は概要欄に載せてるんで、よかったら使ってみてください。あの俺が一番今まで使ってきた伝説ポケモンの中でも一番強かった、これおすすめですマジで。毎日動画投稿してるんで、対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。ちなみにあの皆様の応援のおかげで、あのチャンネル登録者様が100人突破することができたんで、いつももうあのコメントとかいいねとかも非常に力になってます。今後も頑張るんで引き続き応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。